週から関東リーグも開幕ということで、そこに向けていい弾みとなるような試合にしていきたいと思います。それでは頑張ってきます。結果は0対2で、敗戦という形になりました。筑波大という強い相手に対して、特に前半は全員で粘り強く守ることができていたのかなと思います。で、後半相手がシンプルに背後を狙ってくる中で、対応が後手になってしまったり、簡単に、相手に侵入を許してしまうシーンが増えたので、そこの対応というところは課題かなと思います。また後半は、相手の前からのプレッシャーの圧力に、負けることが多くなって、簡単なボールロストが増えてしまったのも、今日出た課題かなと思います。来週はついに関東リーグが開幕するので、今回出た課題をしっかりと改善していけるように、また来週のトレーニングから頑張っていきたいと思います。個人的には本当にこのような形で母校と戦うことができて本当に嬉しく思いますし、素直に楽しかったなと思います。また天皇杯でも再び対戦することができるかもしれないので、次こそは勝てるように、そこまでの期間で、チームとしても個人としてももっともっと成長していきたいと思います。それでは、試合の疲労からなかなか車の中から動けないんですけど、家に入ってご飯だったりお風呂だったりしっかりとリカバリーしていきたいと思います。